こんにちは。そっか、じの久保です。私ね、カダのエイダのプレセール、実はね、騙されて強引に買ったんですよ。それがたまたま上場して、値上がりしました。何回も言ってきてますけども、そんな感じです。というのもね、私、動画を始めて10年ぐらいになりますけども、YouTube 動画に投稿した後で、カラダのプレセール参加したんですよね。その時に、ビットコインのこともよく知らないんで、 何このカルダノみたいなのインチキっぽいなって感じで散々文句言ってたんですよでも私のことに私にですねカルダノを紹介してくれた方はこれ絶対儲かるよって言うんですよねそんな銀行預金とかさバカみたいな話じゃんこれ絶対やった方がいいよ自己責任だけどねみたいな感じで相当勧めたんですよしまいにはね私が当時勤務していた麻雀店の営業終了を狙って深夜1時に来てね久保さんお疲れ様いや例の話また 考えてもらえますって感じで、ね、もうしつこくってねこん負けして終 <laughs> かりましたもうお金を払うんでもう書いてくださいって感じで契約したんですよだからね私はね詐欺被害に遭ったわけですよ体の間ねこれ何回も言ってきましたよね動画も投稿してますからねその時さんざんパラで体の枝をその買ったんだけどもあのキャンセルしたくってねいろいろ問い合わせたんですけどもいやでも契約してますからねみたいな感じでうわあ騙されたなと思ってね本当にね嫌な思いをしてました でもそのうちにまあ支払ったお金のことなんてだんだんね毎日の忙しさの中で忘れてプラプラしてたわけですよ。でしばらく時間が経ってそういえばカルダノって結局どうなったのみたいな感じでね整列するだけしといてなんか結局後から連絡ないじゃんどうせこれインチキだったんでしょみたいな感じで言ったらついにねクワさんって分かったよと。じゃあカルダノエ僕買い取るからお金返しましょうかっていうふうにふてくされてたんですよね。 そこの態度を見てね、私もね、ちょっとなんか申し訳ないなって気持ちがなんかしてきて、いやいやもういいっすよ。そのまんま、もっと来ますよ。なポシャルだろうけど、みたいな感じでね。言ってたんですよ。そしたらね、その数ヶ月後に上場して値段がボーンと上がって、うわーすげえラッキーみたいな感じでね。だから私、体ネタのことなんて全く理解してないし、期待もしなかったんですよ。 で、たまたま値上がりして、<laughs> やったーみたいな感じだったんで、それからカねダネーなことをね、いろいろと見るようになったんですよね。チャールズ・ホスキンソンさんとも直接お会いして、お話しすることもできましたしね。で、ビットコインのこともだんだん分かってきたりとかして、イーサリアもそれからもあの、買いますようにしてね。うん。まあでもね、ほんとたまたまですね。たま、なんか人生でたまたまの連続じゃないですか。私、たまたま10代の頃に、あの、体を使うこといっぱいしてたんでね、いまだにだから、 タフですからねだからたまたま10代の頃に、まあ、運動いっぱいしてたんで50になってもねまだ全然、まあ、体丈夫という。でたまたま私ね代々木ゼミナールにあの大学受験の時に行ったんですけどもさあ受験テクニックとか勉強のためのやり方とか教わることができてたまたま今でもねいろんなことを勉強するのがあの苦じゃないんですよ得意なんですよ。たまたまですよね。でたまたま気があったんですよ。 で、でたたたたたままままま結婚しましたね。まあ、たまたまね。全部す私が動画を出してたらたまたま見てくださった方がたまたま連絡してくださって私もその時たまたま時間が空いてたんでたまたま返信したんですよそうやってたまたま仲良くなったんで本当にね世の中はね偶然の産物ですね私が計画してやったことはほとんどないですっていうか全然ないですね計画してやったことって言えばまあ今日の夕飯を作るために計画して買い物したぐらいのことかなと思うんですよ うん、まあ、私そんなにねなんか結局ねノリでやってきてるんであんまりねそのね、緻密に計算とかないですねなんとなく生き延びてきたところにたまに後付けするぐらいでね <laughs> 全部たまたまですねうん、たまたま人生でございますまあたまたまでもこうなるんであんまり深刻に考えずにね流れに身を任していけばいいんじゃないかなと思いますねうん、まあそんな感じでございますね どうせこの人たまたまエイダが当たったんだよって言ったら、その通りですからね。その通り。私は大した人間じゃないですから。それこそね、私のことをね、たまたま当たったんだって見抜く人の方がすごい人なんで、ぜひ私よりもいい,い,い人生を送ってください。それじゃあ行ってらっしゃい。